その道を選ぶこともプログラムされている。後編。経験を喜び楽しむということにテーマがあるんですけれども、魂は全部知っているので、肉体がなくてもそれを楽しみ喜ぶことはできるんですね。でもそれはエネルギー体として 100% 感じてしまうので、肉体を持つのとは全然違う領域なんです。そこで肉体を持って、それで悩み苦しみながらも、実は悩み苦しみが本質ではなくて、同じことを実は喜びに感じることができる、そういうことを肉体を通して体験するために肉体を持っているわけです。そういうプログラムを書いた魂が今私の中に入っている。だからそのシナリオ通りに書いた環境、状況がこの目の前に設定された時には、必ずこの魂は自分が書いた通りのプログラムを選択する。じゃあ、私がちょっと意地悪でいたずらな人間だとして、私の魂はもしかしたら右を選ぶと見せてフェイントをかけて左を選ぶ。そうしたら魂が書いたプログラムと違う選択をするだろう。今日、私が話を終わった時に、このドアから出ると見せて、バーッと走っていって、別のドアから出るという選択をしたとする。そうしたらまさに、ここに予定をしていたように見えて、そっちを選んだんじゃないかっていうふうに見えるんですけど、実は、フェイントをかけてそっちを選ぶということもちゃんとプログラムに書いてある。そのようにする人格であり、そのようにする人間であるということもすべて書いてあるんです。フェイントをかけて B のドアから出るような素振りをして、実は C で出そうで、また A に戻って出た。ここまでは読み取れないだろうと思ったとする。ところがそのフェイントを2回かけて A の扉から出るということもちゃんとプログラムに書いているということらしい。でも、だからどうやっても結果は一緒なんですね、ということとは違います。努力をしてもしなくても同じでしょう、ということとは違います。この話を聞いた結果として、努力をしてもしょうがないんじゃないかと思う。後でもう一回説明しますが、本当は努力っていうのは良くないんですが、とりあえず自分がそれなりの勉強をして、最低限必要な基礎知識を身につけないと、高校や大学には入れないわけですから。
自分が入りたかったらやるべきです。結局どっちでも同じなんじゃないか。小林さんはそう言ってないでしょって言って理論武装をしてしまったのは、実はその高校に行きたくないとか大学に行きたくないとかっていう深層心理が 99% で、その理屈を 1% 言っているだけです。だから親はそこをいくら説得しても意味がないんですね。勉強をしなさいって言っても意味がない。つまり行きたくないというのが根底にあるわけで、そこに自分に都合のいい理屈を持ってきただけですから、そこのところに気がつかないと親は全然意味がないんです。